アキコズブッククラブ、日本のビジネスシーンにマインドフルネスを持ち込んだ荻野純也さんをゲストにお迎えしてお話を伺いしています。パート1で分かったこと、それは実は日本語の少年という言葉がマインドフルネスの始まりだったということでしたね。では荻野さん、なぜそのマインドフルネスを日本に逆輸入しようと思われたんでしょうか。パート2です。じゃあ少年っていうのはマインドフルネスっていうことなんですか。はい、そうなんです。もともとは少年にこう、イギリスのある哲学者がそれをこう少年を英語に訳すときに何を当てようかなっていうことで、はい、マインドフルネスってつけたっていうことなんですね。あ、そうなんだ。知らなかったです。こう英語でもBe mindful っていう言葉は結構頻繁に使えたりしますけども、それはこう気をつけてる状態っていうことですよね。まあ、それの名詞形をつけたのがマインドフルネスの始まり、まあ、英語のマインドフルネスの始まりっていうふうに言われます。はい、そのマインドフルネスをなぜそのビジネスの分野に持っていこうと思われたんですか。マインドフルじゃない人がいっぱいいるからですよね。いっぱいいる。うん、はい、で僕の時はそのさっき2005年って言いましたけども、2005年当時はそのマインドフルネスっていう言葉、実は僕自体も知らなかったし、はい、日本にもこう広まってなかったし、世界でもやっぱりそういった仏教関係者とかそういうところを研究している人たちの間ではあったけども、なかなかこう世界に広まってなかったんですね。まあ、ただ少しずつ少しずつこういった概念が広まりつつあって、なんか個人的なやっぱり体験があったわけですかね。このビジネスの世界にマインドフルネスを持っていきたいっていう。そうですね。でそのさっきの2005年の9月の秋のヨガ体験ですね。ヨガ体験の時期って僕はどういう状態だったかというと、まあ、あるこうスタートアップカンパニーにいて、はい、2004年の7月にその会社が上場したんですね。いわゆるこう、うんうん、IPO と言われる、はい、未上場の会社だったんだけども、業績とかをこう、まあ、こう上がっていって、でこう東京証券の時に審査されて、はい、上場しました。はい、でそれ僕が、上場のプロジェクトのリーダーをやってたんですけれども、はい、上場しましたと。で、大きなプロジェクト終わった後だったんですけども、実はその上場するともっともっと忙しくなってくるんですね。そうでしょうね。僕はこうちょっと専門的に言うと経営企画室っていうのをやっていて、でその、いわゆる IR とかですね、 PR とか、はい、まあ、社内のこう、はい、内部管理体制を作ったりとか、はい、まあ、いろんな、まあ、ベンチャーなのでいろんなありとあらゆることをやっていて、でどん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 その、決算開示って言って、そのちゃんと数字がこうなってますよってことを当時は四半期で出さなきゃいけなかったので、はい、まあ、すごく忙しかったんですね。そういうのね、超忙しかったです、はい、はい、それで、で上場したら楽になるのかなと思ったら、どん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 忙しくなってくるわけです。ああ、そっか、上場すれば楽になると思って頑張れてた部分がある意味あったわけですね。そうそうそう。だけど上場したらもっと忙しくなっちゃった。はい、でさらにその状態の時どういう状態かというと、上場まではもう社員一丸としてみんな頑張ろうみたいな感じで、やってたわけですけども、はい、上場した途端に次の目標がなくなっちゃった。なんか大学受験みたいな、まあそうですね、これさえ受かれば終わった、上場したらもっと忙しいのみたいな。そう、はい、でも僕はその社内にも社外にも、じゃあ我々は次こういった道筋を描いて、これをこのゴールを達成しますよっていうのを作る側だったんですね。はい、社長と一緒に、はい、でも作るんだけども、自分がモチベートされてないみたいな。あ、一応形としては作るんだけど、ね、その次のエネルギーが湧いてこないわけですね。社内にも説明してるし、社外も説明してるんだけども、はい、実は内心はあれみたいな、うん、本当にこれやんのかな、うんうん、またさらに忙しくなるのかなとか。嫌ですよね、また忙しくなるの。でも嫌とか言えないわけですよ、作ってる本人だし。でそれでみんなもまた忙しくする側の立場にもある意味いたわけだし、はい、それで、でもその、まあ、部長みたいな立場だったので役割も責任もあるし、それを全うしないと、はい、まあ、全うしないとなんかもう何でしょう、成果を残せない人みたいな、そんな烙印を押されちゃうんじゃないかなとか、まあ、社長とか他の役員から評価されないんじゃないかなみたいな、はい、多分恐れもあったんですよね。まあ、だからこう、それはそうですよね、まあ、成果を残し続けるしかないみたいな。でもそれってみんなそうじゃないですか。どの人も会社で何かを一つ達成して、ああもうこれで一生安泰なんてことはなく、一つ成果を達成したら
より高い今度は成果を出さなきゃいけないわけですよね、うん、きっと。そうですね、よりどんどんきつくなっていく。そう、結局それってラットレースなんですよ、はい、ラットレースもうずっと回りっぱなしっていうか、くる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 回りっぱなしなんですよね、はい、だから何か一つ大きな目標達成したら次の大きな目標をなんかもう無理やりでも作ってそれをまた達成する、うん、なんか若い時は、うん、若いってまだ若いつもりですけど頑張れてもなんか虚しくなるっていうか、どこまでこれやるんだろうって。しかもその上場した時は確かに嬉しかったかもしれないけれども、その満足感って終わっていくじゃないですか。そう。ということは、え、またあの満足感やって、でもきっとまたそれ終わっちゃって、そうそうそう、え、これ一生続けるの何僕の人生ってみたいなことになりそうな気がするんですけど。うん、そうなんですよ。それまで実はそれを やってきたわけですね。その前は、はい、あの外資系のコンサルティング会社にいて、はい、やっぱりプロジェクトで半年とか1年とか2年のプロジェクト、はい、ゴールがあって、それを達成してお客さんからも評価されてやったみたいな、はあ、でもまた頑張るぞみたいな、そうっていうのをずっと続けてきて、で転職して未上場の会社で、まあ、上場も達成しましたと、はい、まあ、達成をし続けてきてるわけですけど、はい、でもここで達成やめちゃったら評価されなくなっちゃうし、ないけども多分もう見えてきてるわけです。でも次これ目標設定してまた達成はするけど、はい、もっともっときつくなってくるな、はい、え、いつまでやるんですか俺みたいな、はい、で、外資系のコンサルの時も何か達成していけば幸せになるのかなとか、はい、その役職が上がっていけば幸せになるのかなとか、はい、年収が上がっていけば幸せになるのかなとか思いながらやってるわけじゃない、まあ、やってたんですね当時はね、はい、でその転職をしてその上場した会社でも達成をして、でもあれなんかこれを達成していくと幸せになるはずだったけど、はい、そうじゃないな、うん、そうじゃないんじゃないかっていうことをだんだん気づいてくるわけです、これいつまでやるんだっけとか、はい、達成し続けても、まあ、本質的なその自分の心のこう何でしょう、幸せとか、安定とかこう落ち着きとかっていうのはなかなか得られないわけです、ていうかむしろ苦しくなっていくわけですよね。そうなんです、そこに気づき始めてしまった、はい、そこでマインドフルネスに出会ったんですか、はい、そういう時にまさにもういっぱいいっぱいの時ですよね、はい、もう上場して1年ぐらい経っていて、まあ、でももうどん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 こう仕事はいっぱいありますという時期の中で、はい、多分もうギリギリだったと思うんですね、ギリギリっていうのはなんとなく覚えてるのがその時期に、はい、もう会社に行きたくない感じになっていて、うん、まあこう上りの電車に乗る自宅のこう最寄り駅から、はい、こう上りの電車に乗って渋谷のオフィスまで行こうとするんだけども、はい、なんか体は下りの電車に乗ろうとしていたのか、はい、あとはその時は気づいてたんですか。その時気づいてないですよね。マインドフルネスじゃないんですよね。もう全然もう頭の中はなんかこう不安とか恐れていっぱいいっぱいだし、じゃあ体が本当に勝手に下りの方に行っちゃう感じなんですか。もう行っちゃう感じですよね、ボヨンみたいな、はい、あとは結構もうやばいなと感じ始めたのは、まあ、本の中にもちょっと書きましたけども、家にだいたい、まあ、始発で会社に行って終電で帰ってくるとか、はい、終電で帰れないから始発で帰ってきて朝の始業時間まで戻るとか、そんなことやってたんですね、はい、で終電で家に帰ってきて家のこう電気つける前に真っ暗なこう部屋をこう入るとなんかこうぼんやり自分が首をつってるこうなんかこう、まあ、幻ですけど、はい、お姿見えちゃったりとか、はあ、その時どう思いました。あれ何なんだろうみたいな、ちょっと一瞬こう何の姿かなっていう感じはありますよね。そこでその何だろう、恐れが出てくるとか不安が出てくるとか、うん、そんな感じでも何なんだろう、何なんだろうみたいな。あとはまあこれもやばいなと思ったのは、当時タワーマンションに住んでたんですね、30階の部屋に住んでいて、はい、そのベランダに出れるんですよ、で夜なんかこう下を見ると、はい、あ気持ちいいなと思って下を見ると、あこれこうこれ乗り越えると楽になるなみたいな、はい、いう思いがふっと湧いてくるんですよ、はい、だ要は身を投げちゃうってことですよね、はい、
でもそれ死んじゃうじゃないですか。死んじゃいます ね, ですけどね。そうですね。でもなんかそういう衝動に一瞬駆られる時期が結構あったりとか、その時その落ち着いて、いやいやこれをやったら死んじゃうよっていう自分もいましたか。うん、それはやっぱりいて、はい、その時にあこれでも楽になるけど、あ親が悲しむなと思ったんですね、うん、まあ、当たり前ですけど、はい、で、あやっぱりやっちゃいけないよなみたいな、でこう我に帰るって感じですね。それそういうの 何ヶ月ぐらい、何回かやってましたね。何回か、うん、はあ、で、はい、でやっぱ冷静に考えると、ええ、あ俺やばいなみたいな、ええっていう感じがようやくこう客観的に見れるようになってきた時期かもしれないですね。はい、そしてその時に、まあ、たまたまその、友人にこうヨガに誘ってもらったっていう感じで、はあ、要はもう自分がそのメンタル的にも多分体の疲労的にもいっぱいいっぱいだったと思うんですよね、はい、なのでそういう風なネガティブな発想とか、やっぱこうもう苦しい状況から逃れたいからちょっとこう、うん、身を乗り出してみようかなみたいなこう状況なわけですよ。私自身は会社員やったことないんですけど、でもその荻野さんみたいな状況に置かれた方ってすごいたくさんいるんじゃないかと思うんですね。だってどんな職種であれ、うん、どんな立場であれ、何かを達成する、達成したら もっと忙しくなってまたより高い目標があるって、はい、当時の自分に何て言ってあげたいですか。当時の自分に、まあ、そんなに頑張んなくていいよって。そしたら当時の自分は何て言ったと思います。いやもっと頑張んないと、だって成果残さないとその生き残っていけないじゃんって言ってるんでしょうね。そしたら、いや頑張んなくても大丈夫だよと、うん、頑張んなくても成果を残す方法はあるし、はい、じゃああなたの本当に今残す成果が、あなたが本当に望む成果なんですかっていうのは言ってあげたいかなと。あなたが今残そうとしている成果は本当に望んでいる成果なんですかっていうことを伝えたい、はい、うん、まあ、つまりさっきの話で言うと、どん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 もう目標達成した次の目標、また目標達成した次の目標っていうことを繰り返してるわけじゃないですか。それを達成したいかどうかなんてことはもう考える暇もなく、ただやらなきゃいけないんだと盲目的に追いかけてる感じになって、うん、そうですね。あと多分当時の僕が持ってた目標って何かというと、はい、社会がいいという目標ですよね、はい、社会的にとか、あこれ実現したらなんかこう新聞に載りそうだなとか、はい、なんかキャリアに箔がつくなとか、社会的に評価される、そうそうそう、はい、っていうこう目標設定なわけですね、はい、だから本当にじゃあ自分がやりたいことは何なのかとか、うん、何をこうちゃんとこう使命感を持ってやるのかっていうことは、うん、あんまり考えてなかったですね、うんうん、でもそれはさ、リーダー職の人だからそんなこと考えられるわけで、うん、そのいわゆるタイトルがないような立場にいたら、うん、そんな自分で仕事を作るとかもできないしね、うん、言われたことやんなきゃいけないんだから仕方がないよっていう方もいらっしゃるかもしれないって今思ったんだけど、うん、どう思われますか。でも多分現代の日本でも2020年日本でも起こってるのは、うん、やっぱりそういう状態でがむしゃらに頑張ってきてて、うん、なんかこうちょっともう自分のタガが外れちゃって、いわゆる燃え尽きちゃったりとか、うん、やっぱりその過労でこう亡くなっちゃったりとか、自分の身を投げちゃったりとかっていう人がまだまだいっぱいいるんですよね、うん、なのでまあ、その自分の命を投げ出すまでも、投げ出すまでこう仕事をする必要があるのかとか、うん、本当にそれだけの価値がある仕事なのかっていうことは、はい、まあ、どっかで立ち止まって考える必要があると思うんですよ。荻野さんにとって立ち止まることができたのがそのヨガ体験であり、うん、そうですね、それがマインドフルネスっていうことにつながっていって、うん、まあ、気づいた一番初めですよね、うん。では荻野さん自身はマインドフルネスに出会って何が一番変わったのでしょうか。続きは続編の映像でご覧ください。アキコズブッククラブ、皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはこの下の説明見てください。そしてチャンネル登録お待ちしています。西戸アキコでした。